おはようございます。3時42分っていうか、もっと前に起きてました。最近こういうことばっかりです。もう早い時なんて1時過ぎからもう起きてるし、今も2時ぐらいから、2時半やったかな、もう眠れなくなりましたので、起きたいなと思います。髪の毛解いて起きていこうと思います。お腹も空いたし、今日は私仕事休みなんです。とりあえず顔洗ってきます。マクドの食べさし、昨日夜私また過食しようと思って一口食べて、で冷蔵庫入れといたんやったかな、ほんでちょっとカとなって、なんかしらこの一口でやめてるんですね。まあよかったんですけど、でこれも飲みかけのコーヒーいただきます。まだ4時になってない。まだ4時になってない。こんな時間に食べても大丈夫なのかな。硬い。硬い。からやめたよね、食べるの昨日。最近疲れて寝るのは早いです。早い時は9時には寝とるかも。お薬早く飲むから歯磨きしていきます。これ私が今使ってる歯ブラシ、これはネットで、買いました。これこういうの、これはあそこ歯医者さんで買いました。まあ、自分のこの肘ぐらいで、ここ切ってこうやって巻いて、これもなるべくするようにしてるんです。もう歯を温存させるために。そしたら今から自分の部屋掃除します。何時？4時5分。涼しい時にやらんと、ここクーラーついてないんで。そしたら掃除していきます。改めまして、皆さんおはようございます。4時48分になりました。暑かった。まだ朝早いんで、どうしよう、なんかちょっとお腹空いてきたんですけど、またなんか食べようかな。
声でごめんなさい。チンしてきました。昨日ロピアで帰ってきてすぐに食べながら動画を撮影したんですけど、途中でやめてしまった。あまりにも暑くて。私コロナになってからパン系が苦手になっとったんやけど、またパン系が好きになって、これやばいですね。太るかも。おいしい。ごちそうさまでした。まだ食べれる。よいしょ。ただいまの時間7時22分になりましたので、日焼け止めつけて今からリハビリに行きたいなと思います。スプレーのやつにしようかなと思ったんですけど、ちょっとなんかダメそうなんで、パパパパってつけてきます。そうしましたら今日焼け止め塗り終わったんで、まだでも時間があるから8時20分か15分ぐらいに行きたいなと思います。15分早いかな。8時20分ぐらい、それまでなんかお話できたらいいかな。上半身の洋服はもうこのままで、これ仕事の時に買ったんですね。290円やったから安いなと思って、こんないくつか持ってるんですけど、290円やったから利用者さんと一緒に買ったんですね。安いなと思って、そしたらなんか雑談していきます。何のお話がいいんやろ話したいことはあっても、ちょっとこれ言うたらまずいかなと思うことがあって、なんか選ぶようになってしまって、だから自分の本当の気持ちは結構メンバーシップの動画にして作ってることが多いです最近。いろんな思いがあって、話したいことはあるけど話せれんってやつ。こういうお話ししたいな、ああいうお話ししたいなとかいろいろあるけど、でもなんか話せないことも多くなってきたし、話せば話したで絶対変なコメント入ってくるし、もう関係のない、動画とは関係のないようなコメントが入ってきたりもするし、ほんでなんでか知らんけど今コメントってYouTube の方でこう振り分けてくれてるのかわからないですけど、私のアカウントで見れないようになってるんですね、そのアンチコメントみたいなのが。でこの間久しぶりにスパム見たら、まあスパムにもいろいろ入っとったし、もう何ヶ月間か前のやつだから、もうそのままスパムのやつはそのまま置いといて、でもなんでこのコメントがスパムに入るんやろうっていうのもあって、で何ヶ月も前のやつ
で、私のこのアカウントを変えるとその、あのアンチの人のコメントが見れるんですけど、アカウント変えんかったらそのアンチの人のコメントが見れないんです。だからブロックもできんし、 なんでやろこれ、どうしてなんかがわからないんですけど、私はなるべくこう動画を作っていきたいと思っとるし、こう動画の編集が下手くそやけどこう しとると嫌なことあんまり考えんで済むっていうか、そういうのがあるから、こうやって動画作ってこう編集するのが好きなんです。もう撮影したり喋ったりするよりも編集する方がどっちかやったら好きで、でその何を言いたかったんか忘れたけど、まあ編集の方が好きなんです。嫌なこととかあのそういうの忘れられるから。でも私がこう雑談してなんか自分のこの思いを語れば、それに対しての反対意見とか、あと全然関係のないなんかちょっとわけのわからんコメントが入ってきます。でちょっとコメントの返事もできん時もあるから、ちょっとそこら辺は申し訳ないなって思います。ごめんなさい、あの返せんかった時、あのチョンだけのマークで終わった時、なるべく返したいなと思うんですけども、無理な時もあるから、だからそういう時はちょっとあの今忙しいんかなと思ってご理解していただけると嬉しいです。それから、特にお話しすることないんですけど、私多分お薬飲んだ時とか夜の方がなんかベラ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 こういろんなことをお話ししてることが多いなと思って、なんかベラ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 ってこうお話ししてるし、昼間のこ今昼間っていうより朝やし、朝何時今7時47分まだ、朝よりもこう寝る前とか、あと今日はもう仕事お休みやから、まあ、晩ご飯の支度だけ帰ってからして、ほんでちゃちゃっとこうシャワー浴びてちょっと仮眠したいんですね。明日もちょっと仕事があれやから、またしんどい仕事あるから、だから明日の体力温存のためにちょっと今週キャンセルも入っとるけど、なるべく体力は温存させときたいなと思います。そしたら今8時28分になったので、今からリハビリに行きたいと思います。てか行ってきます。はい、もう今日早く行ってなるべく早く帰ってちょっとゆっくりしたいなと思います。で今日はこれで動画撮るの終わるかもしれないです。もう何気に撮った動画です。本当にこれといってなんか雑談できなくてごめんなさい。そしたら今から行ってきます。それでもしかしたらこの後動画撮れなかったらごめんなさい。行ってきます。それでは次動画撮れるかわからないので終わりの挨拶しときます。本日も最後まで動画をご視聴してくださった方、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。